売上データのモニタリング画面についてご説明させていただきます。ウェブブラウザでユーザーの ID とパスワードを入力すると、左側にサーバーにアップされているレポートが表示されます。日本地図の中、それぞれの地域のアイコンをクリックすると動的に数字が変化されますよね。またデータ更新ボタンを押したら、データベースから最新の売上データがレポートに反映されます。これから東京1の地域の詳細情報を参照します。ディテールボタンをクリックしたら、東京1の詳細画面へのドリルダウンができ、東京1の支店ごとの売上データを閲覧することができます。また特記事項のところにコメントを入力し、データベースへ情報を登録ができますね。さらに支店の詳細情報を閲覧しましょう。支店を選択し、ディテールボタンをクリックすると支店の詳細情報の閲覧ができます。実はこのレポートは Excel の機能を使って作成しました。メニューの中、見出しボタンをクリックすることで Excel 画面の同様の列、行を表示することができます。ダウンロードボタンをクリックすると、Excel 形式の XLS ファイルとしてレポートをダウンロードができます。ダウンロードしたファイルを開いてみましょう。Web ブラウザ上のレポートと全く同じ形態の Excel ファイルになっています。それぞれのメイン画面およびソースシート等が Excel シートで構成されていますね。